にちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は数編の白雲故事を込むです。これは数編の白雲故事を込め一条の緑水青山をめぐるによる語で、意味は山の中腹にある古寺を数辺の白雲が包み緑樹を映し出す流れが一筋青山をめぐっているということで、清らかな境地で眺める鮮やかな光景の描写です。心中曇りのない穏やかな三昧の境地を表します。それでは今から数編の白雲故事を込むを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。